イアン・アゴールはアメリカ合衆国の数学者で三次元多様体のトポロジーの分野で主に活動している。アゴールは1998年カリフォルニア大学サンデー語校からマイケル・フリードマンの指導の下、博士号を取得した。アゴールはカリフォルニア大学バークレー校の教授である。かつてはイリノイ大学シカゴ校の教授だった。2004年アゴールは アルバート・マーデンにより提出されたマーデンの純正予想を証明した。この予想は有限生成された基本群を持つ双極的三次元多様体はコンパクトな三次元多様体の内部に異相同型であることを述べている。予想はまたダニー・カレガーリとデイビッド・ガバイにより独立に証明された。予想からアール・フォルスの速度予想が従う。2012年 仮想ハーケン予想の証明を公表し、1年後出版された。この予想は、すべての非球面の三次元多様体は、ハーケン多様体により有限被覆されるだろうと、述べている。アゴルと、レがあり、ガバイは、マーデンの純正予想の証明に対して、2009年、クレー研究賞を受賞した。2005年、アゴルは、グッケンハイムフェローだった。2012年には、 アメリカ数学界のフェローになった。2013年、アゴールはダニエル・ワイズと共にベブレン賞を受賞した。2015年、アゴールは純正予想と仮想波形予想、そして仮想ファイバー化予想の解決を含む低次元トポロジーと幾何学的軍論への目を見張る貢献に対し数学ブレイクスルー賞を受賞した。 2016年、米国科学アカデミーにの会員に選出された。アゴルの双子の兄弟、エリック・アゴルは、シアトルのワシントン大学の天文学の教授である。ありがとうございます。